NTT コミュニケーションズ。ビークルマネージャーは普通自動車および軽自動車の営業車両を対象にした運行管理を手軽にかつセキュアに実現する IoT サービスです。営業車両の管理に関わる様々な課題を解決し、ドライバーにとっても業務が楽になる仕組みを提供します。営業車両は会社の顔、安全で気持ちのいい運転をすることが全てのドライバーに求められます。ビークルマネージャーは車載機が読み取った正確なデータに基づき、ドライバーの成績をつけることができます。具体的には滑らか運転とコンプライアンス遵守の2軸で評価し、運転技術の長所・短所からドライバーを4つのタイプに分けます。これにより管理側は運転者別の効果的な運転指導方法が分かります。またドライバーは自分の運転傾向を把握し改善に努めることができるので、事故リスクが下がり燃費改善などの効果も期待できます。ドライバーごとに発行された ID でログインし、日付など必要項目を選択するだけで1日の運行軌跡を含めた詳細な運行日報を簡単に表示できます。共有車両においても運転者ごとの日報を作成可能。ドライバーの作業負担を減らし、業務を大幅に効率化できます。またウェブ画面では運行合計時間、最高速度、平均燃費などの情報やマップ上での運行軌跡が一目でわかりますので、管理に役立ちます。ドライバーの運転技術は様々です。ふんわりアクセルや加速度の少ない運転などの項目についてドライバーのランキングを表示、一定期間を指定して結果を見ることも可能です。運転者は自分のランキングを確認できます。一方の管理者側はこのランキングに基づく表彰制度を設けたり、ランキング下位 10% の運転者に対し集中的に運転指導するなど、さまざまな使い方ができます。ビークルマネージャーは地図を活用して可視化する豊富な機能を備えています。車が今どこにあるのかを知る所在マップでリアルタイムに稼働状況を確認、営業車両の現在地がわかるので、お客様から問い合わせがあった際、近くの営業車両を派遣することができます。また急ブレーキやスピードの出し過ぎが発生した場所はヒヤリハットマップとしてマッピングされます。マーク部分を Google ストリートビューで確認すれば、道路状況を見ながら対策を立てられます。1台の車を複数のドライバーが使う場合、車両予約機能が便利です。ドライバーはビークルマネージャーにログインすることで車両を予約することができます。使われた車両の記録はドライバーと紐付け管理されるので、使用者の名前が入った運行日報をスムーズに取り出すことができます。営業用車両の台数は果たして適切なのでしょうか。ビークルマネージャーで営業用車両を登録管理することで、所属や駐車場単位で稼働状況が一目でわかるようになります。全社的に稼働状況を一覧し、車両保有台数を最適化することが可能です。繁忙期には不足している営業所に車両を回すなど、臨機応変な対応を取れるようになります。 CSV ダウンロード機能では全運行データの一括ダウンロードが可能です。平均速度、強い発進回数など全68項目に及ぶ詳細な運行データを一括でダウンロードすることができます。例えば車両種類別に
平均燃費を表示できるので、次回リース時に燃費の良い車両を選択する際の参考にするなど、さまざまな利用ができます。 e-cool マネージャーでは、車両、ドライバー、所属に基づいて車両の運行情報を管理します。所属と車両は NTT コミュニケーションズが初期登録を行います。所属管理ページです。所属が正しく登録されていることをご確認ください。新規所属を追加する際にはこちらをクリックしてください。車両管理ページです。更新ボタンをクリックすれば、所属の変更やグループ登録ができます。多くの車用車がある場合、グループ登録しておけば検索する際に便利です。ドライバーの登録はドライバー管理で行います。運転者の情報を登録し、あらかじめ登録した所属項目を選択しておきましょう。この設定を確実にやっておくことで、危険通知メールを活用できます。危険通知メールは、万一危険な運転があった場合、リアルタイムに担当する管理者に通知メールが飛ぶ機能。所属する営業所の担当者は状況をすぐに把握し、記者したドライバーに適切な指導を行うことができます。 NTT コミュニケーションズ